ダメだ。もう配信されてるんだ、ね、今日暑いよね。え、そうなの？みんなヤッホーこんにちはねえ、カチカチってカチカチってやってみ。おおこっち見た、こっち、くるみの配信なんですけど、くるみの配信でーす。びっくりした、怖い。バラありがとう。タコさんもありがとう。いぶきは今からご飯食べるけ。せさ、貸して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 。これ画面用意しちゃうよ、みんな。みんな画面用意しちゃうよ。あ、これじゃない？これ、これ何？何ですか？横にしたいんよ、でもくるみは。みんな多分自分しか映ってないよ、みんな、うん、やっぱり自分が生き残り、本当は今日までなので、はい、私もサイン書きをします。急いで考えて、いぶきはご飯食べます。いただきます。あ、ごめん、何の髪の毛これ、ね、これめっちゃ美味しいよ。スタッフさんとこから盗んできた。え、盗んできた、盗んできた、盗んで見せて。これめっちゃ美味しいよ、マジで。え、ちょっと一口ちょうだい。リハ終わりですか？そんな強くはないんやけど。いける。これね、リハ終わりじゃない。基本こういうお菓子あんま得意じゃないんやけど、うん、めっちゃうまいから。え、モンブラン好き？リハ、そう、リハ終わりです。リハ終わって今生放送行って、あの、生放送中ママはあの、チェーサーティ病院に行ってました。病院行って帰ってきて一緒にいます。え、ちょっとこれ一口かじってみる。ね、ネイルした、みんな見て、どう？まあ、これうまくね？かわいくない？あ、やばい。フィーバー。え、これめっちゃうまいの。でも手ベタベタ。やばい、ティッシュ、ティッシュ。かわいいでしょ。あ、なんかあそこ、あそ、あれないかな、あの、なんか。ナイスセンス。え、これうまいの？勝手に盗んできたんだけど。あ、1枚でいい。1枚でいい。モンテちゃんとモンブランと違う。え、食べてみる、一口。いいの？え、めっちゃうまいけん、これちょっと。ほら、ちょっと手折れるから、これ。みんなパクパクした？パクパクしてる。あ、いや、潔癖症。私の口が触れたくないって言うのかよ。これメタペタするからだよ。キスしてやろうか。ラズベリー。ちょっとラズベリー入ってるけど。うまい。でも美味しいのよ、これ。美味しいね。上のさ、モンブランが美味しい。そう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 。なんだろうね、これ。どこのお土産なんだろう。どこなんだろうね。わかんないよね。武器の。おめでとう。うん、ブロリー。あ、くるみじゃないブロッコリー好きなの。あ、そうじゃん。別にスロッコリー、スロッコリーじゃない。スロッコリー好きじゃないよ。え、いや、嫌いでもないけど好きでもないよ。この前もらおうとしてたの誰だ。それはくるみ。それはくるみです。そうだ、気分ね。私の生誕ってすごい。スキッコリー。カズオさん貼ったりと、チャゲさん貼ったりとネイル赤にしました。やばい、髪ボサ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 、ボサボサ、髪もボサボサ。そんな言い方してないし。別に。リマの髪型のさ、イメージって何？いいもん、別に。ポニーテールだよ。ただポニーか。うん。ポニー？うん。オッケー。ハンバーグ。あー、もうちょい前かな。ハンバーグ。ハンバーグ美味しい。今日はブーチーズハーバー、チーズハーバーです。いぶき、え、いぶき、今日からダイエットするって何？あ、何？なんでもない。こっち見なよ。やだ。何？何か言った？うん。そうだよね。びっくりした。なんだい？何？うん。今日も大好き。ありがとう。うん。いただきまーす。怖いよ、あの子。あの子怖い。ブー、ブーティフォー。ブーティフォー。今日は、いぶき、うどんも食べてました。
なに？うんうん、うん、うどん美味しかったのって私が、うん、挟まれて大変だ。足やめなよ。ガリガトやめて。もう、うん、確かにオンラインサイン会みたい。みんな4時50分だと教えてください。確かに確かに。これはどこかに飾られるポスターにサインを書いてます。直筆ですよ、ちゃんと私たち、はい、ちゃんと書いてますので、みんなでね。書きました、皆さん。リナの栗山氏は全部書いてよ。全部書いてよ。本当当たり前じゃないか。さすが、守護的。たぶん、ブクだけやで書いてないの。いぶきも書いてある。うん、何個か書いてないよね。あ、本当だ、みんな書いてる。ココちゃん、ココちゃんのサイン可愛い。多分昨日書いたからだよ。ユージさん、ハートありがとう。マリアさんも可愛い。ね、クルちゃんに究極の選択していい？え、うわ、うん、いいよ。何？ご飯食べるじゃん。うん。その時に、うん、こういう見てて、うん、暑いとするやん。うん。ろってしてたら、うん、横から恋人ね、うん、恋人が、うん、やって急に恋人出てくるんだって、うん、一緒にフーフーして冷ましてくれる、うん、鬱陶しいか、うん、え、これも美味しそうやし、これも美味しそうやないって言ったら、うん、え、そっちでもいいよとか、え、めっちゃ美味しいんだけどって言ったら、うん、それはお金払っとうけんね。え、やだ、どっちもやだ。どっちがいい？フーの方がいい。え、そうだよね。うん、愛がない方が嫌だわ。うん、くるみのファンはどっちだったんだろう。いぶきのファンはフーフーの方が多かった、うん、あ、そうなんだ。ママのファンはね、どっちですか。逆あとの方が。だから猫か犬かってことでしょ。え、猫派か犬派か。なんか違う究極の選択肢だったけど大丈夫。なんだこれ。だからツンツン派か、もうデレデレかみたいな、ワンちゃんワンちゃんみたいな。ワンちゃんワンちゃん、ワンちゃんワンちゃん、言われた気がする。どうなの、どっち。くるみは分かんない。もうその夫婦は夫婦の方がおもろくない。確かに夫婦の方がもう仕方ないな、可愛いなってなる。でもガチだよそれ。顔ガチ。うん、ガチ、うん、え、もう本当に夫婦してあげるねってこと。違う。うん、本当に真剣に心配してくるみのことを、うん、夫婦してくれるの。再現して、うん、待ってやめて、最悪。今こっからいぶきのハンバーグの匂いがしました。ふーってね、モンブランの匂いだったのにハンバーグがふーってきました目の前を、うん、全然美味しそうじゃない。あ、もう必死にってことね、うん、でも天然ってことじゃん、それは。だって天然って可愛くない？雑誌とかしてきそうやん。だってしないでしょ。え、なんかいいんすか。ちょっと気持ち悪かったくない。やめとく。なんかさ、ほらドアちゃんとかがさ、え、大丈夫、やけどする、そうじゃん。やばい、うまいね。それはうまい。それは結構さ、もうその息すら美味しいなってなるじゃん。え、え、え、どういうイラストにしよう。なんですけど、いや、え、だって推しメンとかにさ、もしさ、じゃあさあ、なんでだ、私推しないからお金くらのなにちゃん。いや、でも佐々木舞香さんって言おうと思ったけど、佐々木舞香さんはそんなことするような人じゃない。わかんないよ、恋人の前でめっちゃデレデレかも。このくるみのためならフーフーしてくれる。もう抱きしめる。うーん、うまっ。リナはどっちなの？夫婦。あ、じゃあもういないじゃん、冷たい派の人、うんうん、いるよね。くるみの、あ、リナちゃんのファン、そっちの方。リナのファンの人はみんな冷たい派なの、うん、えー、そうなんだ。どっちどっち、みんなは。でもみんなリナに普段からツンツンされてるから慣れちゃってんのよ。え、みんなはさ、なんかそっけない、いや、どれでもいいけどみたいな。これマジでタイプか、これがさ、これがね、うん、なんか海出し、これがね、うん、一生聞いてもらえないけど一生話すみたいな。海出てしまった理由は、うん、
私がりなちにこれをやったから、うん、最悪じゃない、最悪、ご飯屋さんでフーフーしたの、みんながフーフーしてる時に気になってしまって、うん、横でフーフー最悪だよね、うっとうしい、結構それはでもめっちゃおもろかったよね、あんなちゃんか、りなどういう表情だったの、フフってなった、笑ってた、平気もーって、あー、うん、めっちゃ笑ってて、ほって、あ、喜んでた。え、どっち、みんなもうどっちか、もうそっけないタイプか、そうそう、どっちか、もう究極よ。もうめっちゃもうすごい過保護なタイプ。まあ女性だったら彼氏がそうで、あの男性だったら彼女がそうで、どっちがいいですか？私のファンの方は。くるみのファンの方は、うん、夫婦してもらいたい方だと思う。本当、みんなどっちがいいの？あらま、そっけないか、ほぼあんまくるみのファンコメントする方が少ないかもそもそもね、あ、甘い夫婦デレデレ中間はなしですよ、あ、やっぱデレデレだ、過保護とかが多いわ、過保護の方がいいって、そうだよね、すごかったよね、今がこれついたの、すごいやってるわ、すごい、あ、ねえ危ねえ、今口を噛んだ瞬間やと、よくも危ねえ、今ハンバーグとお米出すとこっていくのがやったこれ自分が見なくてよかった、ね、くるみの反応聞いて見たから危ねえ、マジでこれどうやって直すの、ゆきカチカチってしてごらん、うわーバカ、なんでだよ今何が悪くないやん、自分で置いたんやん、ここにねどこどこここどれどれ、そこ2階どれ、2階だって今じゃないよ、聞こえん、あーあよし、2階2階 OK、 さあ、おー、ありがとう、あ、びっくりした、よかったね、みんなこうやってこれのタイプじゃなくて、よかった、よくところだった、よっぴさんとのことだ、いやだ、こんなのになって、不得ね、7か不得ね、サイン太すぎちゃう、裏返った、サイン太すぎ、7か、あいちゃん、ハッタありがとう、こんにちは、こんにちは、すごい、ちゃんと読んでるのね、ちょっとクレイも読みます、じゃあ、やっぱ、なんか誰か、じゃあランダムで読みます、こんにちは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 、じゃあ一番上にいたエダッチさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いぶきが読むごとに私も読みます、じゃあむーちゃん、かわいい、ありがとう、はじめまして、はじめまして、そうそうそう、かわいい、ありがとう、こんにちは、フォレスさん、ハット、ありがとうございます、やめます、早、こんにちは、こんにちは、向いてない、幕の内弁当さん、ハートありがとう、すごい、なんかどう、どう流れリナみたい、楽しみだね、え、来るの、リナ、リナが飛んぐらいよ、トカフルさん、ハートありがとうございます、ちょっと、どう長くない、ちょっと、どう長くない、ちょっと、ちょっと、文化書いてあげようか、やだ、絶対にやだ、いぶきよりは絵上手い自信あるもん、いや、私が書いてあげよう、いや、くるみよりも上手い自信あるわ、めっちゃいい作品になるかもよ、ふんのふんの、今回さ、りなの生誕タオルちょっとさ、面白いのにしようと思ってさ、うん、あの、りなバックハグタオルにしようと思ってさ、え、どういうこと、あの、疑似バックハグを楽しめるタオル、劇場向かってみよう、え、それはさ、イラストじゃなくてねえ、写真で、ありがとう、それはイラストじゃなくて、もう写真で、あれ、あ、前ね、いぶき固くみタオル作ろうとしてた、何それ、こうやって写真を撮るの、こうやってして、え、それバックハグじゃん、同じじゃない、そういうこと、肩組んでる、こうやってしたら肩組んでる風になるように作ろう、いやだからリナは正面じゃなくてリナの後ろ姿のこういう写真を撮ってもらって、うん、で、それこう巻くとリナの手がこう来て後ろから見たらリナの後頭部がここにあるわけだから、タオルで、リナバックハグタオル、それでも私難しくてできなかった、
ちょっと後でちょっとやってみようやん、うん、試してみた。手がめっちゃ長くなるのよね。ああ、あれでしょ、たぶんもうこう進撃の巨人みたいになると。でもだからその別に上半身をそんな入れたくないのよ、うん、言うて頭からこの背中のこの辺まででいいわけだから。あ、なるほどね。それをギュッてやってすごいで喜んじゃうね、そんなの。すごいじゃん。そう、でもこれから笑っちゃうかも、くるみここ点でさ、リナがのバックハグされてるような方。ああ、ああ、ついてるよ、汚さないでね、一緒。うん、無理やった。リナじゃできない。なにこれ、頭おかしいんじゃないの。なにこれ、ハチチコもう、ごめん、すごい。でも待って、今画面酔いする人はやめた方がいいと思う。なんかさ、僕のさ、ハチチコさ、みんなと変えてないよね。誰が来るん。なんかみんな変えなかったって言ってた。え、うーん、ショック。おいけいけいけ、おおー、うーん、もしかして長押しがいい。いいかも。もうね、え、みんな、え、やっぱおかしいよ、なんでこんな変えてないの。ねえ、イラついてきちゃう、結構。ねえ、イバギの範囲ないってこと。何、どこに。なんか、ハイタッチ会変えなかったってみんな。え、ハイタッチ会売り切れだからとかじゃなくて、そういうことじゃないの。うん、え、でもマジでみんな、じゃあみんな前回支払い忘れがあってブラリー入ってんじゃない。じゃあもうみんなブラックリスト入ってんの。そういう時は、あの、誠心誠意運営さんに、うん、本当にすいませんって言って問い合わせを送ってください。え、それあの何の、あのさ、あのハイタッチ会って、あの、なんていうの、あの、し、あのリリーベのハイタッチ会って一人何枚でも買えるの。リリーベのハイタッチ会の子じゃなくて、あ、それそれ、リリーベのハイタッチ会って一人何枚でも買えるの。3枚まで確か。あ、3枚とかやった気がする、渋谷はね。あれなんじゃない、だからあの、うん、なんていうの、同じ人は確かに買ってんじゃん。もう遅かったんじゃない、買うのが。だってもう、あ、すいません、ビーン、ごめんなさい、怒っちゃいました、来る、ごめんなさい、うん、イライラ。誰と私話すのがいいの。いい女性、これでさ、誰とハイタッチすればいいの。これで固定する、どうやって、あ、いっちゃいけ、3枚配信しに来た、やっほー、配信に使ってるよね、ね、結構大事な会議をしてました、ね、すごい、何それ、どうなった今、こと、え、でもこれ、え、さっきさ、今いい調子やったくない、てかこれすごいいいやつやん、全然いいやつじゃない。え、壊れてる、あ、愛知こっちおいで、一緒に配信しましょう、書いてたんだ、そう、あとね、でも待って、あとちょっとで終わるから、アイティの場所をちょっと作るね。あ、できた。あ、ありがとう。すごいね。すごい。繊細だ。わ、なんか適当に、うん。あ、ウッディみたい。あ、素敵。なんか、うん、今日もゲスト、うちのアイティさんにいただきました。超見えてる。よろしくお願いします。ということで、今日は、僕はやっと君を紹介してくれて。何をこれ？どういう感じ？皆さん、お借りしてやってるけど、あ、ちょっと、ねえ、ねえ、行きます。あれ、ありがとう、待ってくれちゃったけど、愛知、置くのある？大丈夫、大丈夫、もう手動でやります。手動で？手動ですんの？本当に愛知、これ、一輪車あるよ、やばい、愛知、一輪車あるよ、前なんか乗ってたんだよ、なんでだよ、ちゃいちゃい、あの、スタッフさん、スタッフさんに待ってくる、ねえ、ねえ、かわいそう、くるみ、携帯で。すいません。ちょっとごめんなさい。
埋まってた埋まってた今。ごめんなさい。アイティ今日はちゃんと編みたいって書いてよ。あ、何？昨日忘れたの？忘れ、今日さっきリハで気づいて、え、あの言われて、ってそう昨日ねリナのパパからね、パパがリリベ来てたんだけど、うん、なんかその普通になんか動画、うん、そのリリベの撮影かなの時の動画とあとなんか LINE で、うんうん、なんか。リナだけ編みたいってだったけど、お前はどこの路線を目指すの？違う、えと思って、あ、裏切りや、一人なわけないよねと思って、え、もう一人いるよ、それ昨日配信で、うん、で、それなんかファンの人からなんかリナちゃんだけ編みたいってだったねみたいに言われて、一人やったっけと思って、めちゃめちゃよく考えた気が、いや、アイリじゃねってなって、え、二人なの？二人のみ？そう、二人だけ、あ、そうなんだ、そう、で、あれって今日、アイリちゃん、なんかね、一つ言い訳すると、なんか袋にバッテリー入れてて、あら、そうそうそう、あら、なるほどね、え、貸してほしい、だから、なんか入れとくねって、バッテリー入れとくね、切れないの？それ忘れちゃった、バッテリー切れだからもう切れてる、切れる、あ、そういうこと、え、これさ、ムカつくよね、結構普通、え、でもバッテリー切れないの、で切れてるからあれなんじゃない、そういうこと聞いてくれないんだよ、そういうこと聞いてくれんじゃん、なるほどね、もう起こ、あ、もう天井配信になっちゃう、起こしちゃったから、ごめんねみんな、ちょっとイライラする、みんなさ何してんの今、え、でもさこれでさこうすればめっちゃよくない、やほー、あ、いいね、いいじゃん、いいね、愛知映ってるよ、愛知を掴む、あ、で何ちゃんと、あ、いけたんだ、全然違うところ挟むっていう、押した、あ、よかった。おお。今日いつもです。違うの、くるみは昨日5時まで起きてたの。寝なかったの。帰る4時半。なんで？なんで？私もね、なんで4時半。めちゃくちゃ愛知と一緒。え、何してたの？え、何してたかっていうと、うん、何よ。何してたの？ね、何やってたの？何してたの？うん、一旦ちょっと体が動かなくてもう疲れた、うん、その通りに入った、で、なんかもうソファーにいたのよ、ずっと、うん、で、結局、うん、で、あれダンス覚えんといけんってなって、そうね、そうそう、とあるね、うん、とあるダンスがね、覚えんといけんってなって、うん、それをこう集中しようとしたんだけど、うん、なかなかなんか入りづらくて、うん、頭に新幹線、ね、お風呂まず、まあ、もう入ってスーパー銭湯、いろいろさ、やると結構お風呂入るだけで時間かかるくない？もうめんどくさい、スキンケアとかさ、髪乾かしただけでめっちゃ時間取られるやん、うん、で、気づいたらもう、うん、マドレーヌ3時とかになっちゃって、そんな、そうで、なんか、うん、結構ゆっくりだから、スキンケアとか、うん、もうゆっくりたいな、そう、ちょっと集中して頑張ったら、うん、結構そんな時間もマジ、うん、お腹すいた、2時間電話してた、かわいい、かわいくない、ちょっとおかしくない、2時間やばい、あ、配信終わったの、お腹すいた、ダメだよ、ダメだよ、さっちゃん、サイン書きが終わりました、あれだ、くれたんの、あ、くれたんの、やばい、これ片髪に変えようかな、あ、やばい、大丈夫か、あいつ今日大変です、皆さん、やりたい、やりたい、いました、仲間が住んで、あ、私は無視の方向でいきますよ、
いつの食べたの？警報の時の。ああ、前回ぐらい。残しておいたんだ。え、手つけてないやつ？手つけた。ねえ、ダメだよ。なんで？来ちゃうんだよそれ。先生が出てきた。なんで？これ来ちゃう。なんで？バイキン。バイキンないです。繁殖するよ。ないです。食べたやつをこうして凍らかしたらダメよ。なんだっけ、仰天ニュースで言ってたよ。幼蓮菌みたいな。それは溶けたやつで、溶けて手つけたやつも来ちゃうんだよ。来ちゃなくない。くるみには菌がありません。ねえ、ダメだよね。来ちゃうんだよね。私あの、あのペットボトルも一リットルだったの飲めないもん。あ、それはダメ。それはダメだよね。冷蔵庫に入れても、うん、冷蔵庫だったらいいかも。飲めない。口一回つけたら。冷蔵庫だったら。怒っちゃったじゃん。じゃあアイスはさ、なんか危ないってなんか行政に。でもオレを入れて美味しかったの。オレをいただきます。追加すんな。じゃあかしら。ね、オレを美味しかった。ね、ブーもサイン書きする。なんなんあのオレを。クルちゃんがくれたんだよ。あ、そうなの。そう、昨日差し入れしたから、うちのママが。あ、そういうことね。ぜひ食べてください。なんか昨日さ、ヨキさんが持ってたから、なんだろう。食べたよ、でも美味しいよね、うん、牛乳につけるとさ、美味しくて大好き。え、かわいい。めっちゃかわいい。リの次のセーター T シャツ、リナに描いてもらおう。いや、もうリナ、ゆえさんのタオルも描いたことあんのよ。もう描いてるの？もう描いてるの。え、いぶき、人の生誕 T シャツとかのさ、デザインの紙の上に載せないで。あ、ごめん。バカ。え、それ、あ、ごめん。バカだよ、バカ。めっちゃごめん。あと2ヶ月です。そうだよ。で、いぶきのもさ、なんか喋ってて、手でも映してて。イエーイ。こっち向けていいじゃん。ねえ、iPhone16 どうする？え？待って、アイリ、1から変えたから、2台ごとにアイリ変えるからさ。おいだもん。一緒。そうだよね。え、でももうそのじゃない？じゃあ、もうちょい、私も。え、もう予約した？してない。なフィフティーンプロじゃん。ない。ない？全部書いてた？書いてない。書いてない。ね、ジムリってさ、何が変わる？なんかね、なんか新しいボタンできたよね。ええ、コントロールボタンができた。え、ここに新しいボタンが。え、それあるよ、たぶん。ここでしょ？こいつでしょ？あるよ。音量が下に1個、ここ音量、ここで、ここにもう1個あるよ。この上ダブルタップでじゃないの？簡単。そうなの？何が変わるの？あ、そこでシャッターを押す？多分、ここで、なんかね、でもいろいろできるよ。カメラボタンができたんだよ。あ、フィフティープロはあるって、だから多分これだって。え、じゃあ愛知絶対変えなくてよくない？え、でも前に多分ボタンが欲しいんだよ。そうボタン絶対変えなくて。ちょっといい、まだだ。じゃあまだだ。じゃあ3枚で無料で終わる。マッキー借りてくれて、ありがとう。じゃあもうそうか、書きます。もう最初変えてもいいかな。やばい、口見ちゃう。ね、なんかやっぱママナなんてその画質いいの？ね、見て、なんか黒いんやけど。フィフティンプレイもなんか、でもあと明かり最大限にしてる。え、何？いぶきの。クリスティーンは今までのケースは使えないそうです。え、でも言うてじゃない、まあね、いぶきの携帯なんだっけ、みんな。エアケースためがりするタイプの。リナの尻全然言うこと聞かないから。そうだ、絵文字作れんの自分で。え、すごい。え、それできるくない？もん絵文字。え、リナこれにしてみようかな今回。え、体操着みたいな。え、なんか新しいよね。新しいの。体操服みたいなのあるよ。かわいい、韓国っぽいな。体操服にしようかな。体操服って書いてある。かわいい。左目が痛いです。クリアマリーナって。あっこくん、結婚してありがとう。あれだって、ありがとう。あ、そうだ、本当になんかガチの体操服だったよね。いぶき、結婚してください。君を大切にするよ。なんかそんな曲ないっけ。うん。世界一のプロポーズ。君を。君を守りたい愛に中。41分、オッケー。41分、違う、50分、50分、50分でお願いします。もうちょっとだ。え、アイニョンついてる。55に終わる。ムキムキやな、それでいけるの。これお顔してたらいいやん、これ。ここにムキになるよ。立てかけたらいけない、それ。あ、いけるわ。結婚して。
すごいね、もう手持ち無沙汰になっちゃった。結婚して手を貸してください。ケケ、終わり。え、もう置いちゃった。もう一個だった。これもなくなった。うわ、みんな最後にした。ね、あいつ、あ、仕事でも。え、そうなん。そうそうそう、ごめん、いただきます。ちょっと、リナが奪いました。めっちゃ良かった。これ超良かった。ねー、食べなかった。早くして。でもあそこにあるものはもうみんなのもの。うわ、あったんだ。うん、あった。あれ、あそこにあるのはみんなのものだという認識だったから。あと5分くらい前だったらね、リナがまだ食べてなかった。ね、ここだけだった。うん、ここはこれめっちゃうまかった。これか、超うまかった。ね、熱くない。ね、熱くない。あ、横浜土産だから実家に買ってもらいん。あ、そうなの。横浜、え、どうした。熱くない。全然大丈夫。暴れたからじゃないんだ、さっき。くーちゃん、熱くない。横浜土産らしいよ。熱い、うん、そう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 。あ、すごい。じゃあ、粉粉帰った時あれだね。そう、買ってきてよ。こんにちは。でも、お店かわちい。いや、たぶん、お土産かわいい、かわいい、うん、こんにちは、こんにちは。衣装のポイントは、スカート。イブヒマ、ヒマ。かわいい、ありがとう、こんにちは、こんにちは。そこまで真っ赤ではない。安市清さん、ありがとうございます。なんか目に、なんかカードが合ってない。そうそう、ゴロゴロってしてる。なんか写真よかな。行こう。おー、安市清さん、ウインクして。ありがとう。今2月の、そう、今そう、リリーベよかったよ、だって。ありがとう、ありがとう。楽しかったね。今年は愛知罰ゲームなし。ないよ。あ、そっか、もうないのか。悲しいんだよ。でもなんか今日はあるっていうところあるのかな。わかんない。あれは DMM じゃないの。なんかさ、だって観覧でファンの人入るし。DMM ですって。え、あれって言ってたよ。YouTube。あ、YouTube なのか。YouTube って。あ、アーカイブには残りますよとは。あ、そうなんだ。え、今日から法上やるの？え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 ？行かなきゃ行かなきゃ。待って待って待って、行かなきゃ行かなきゃ。で、今日可愛い格好してきてない。いや、待って、やめてください。何時まで？何時まで？言われてんの？それ言っていいやつ？え、でも何時からがあるからさ、なんとなくわかる。え、待って待って、みんなで。え、なんなん、で、補助やって何時まで？え、でもね、補助やって。でも大丈夫だって、私たち明日福岡にいない。大丈夫、私は全然大丈夫。2時間睡眠取れる。じゃあ10時ぐらいまでじゃない？多分屋台とか。え、間に合う？今日初日ってバカだよ。ダメだダメだダメだ。それならもうちょっと落ち着こう。え、な、いつ、なんでいつまで待ってんだ。待って、ここで、ここで。5日間。いや、おいでなさいな。5日間かな。どういうこと、大丈夫そう。今どうした。ご提案終わった後。え、待って、浴衣着たい。うわ、浴衣着たい。暑いけどね。マジ浴衣着たい。まだ。あ、なんか可愛い浴衣着たい。みんな着ててさ。浴衣着る？なんかインスタ着て。いいよ。いいなと思ってた。暑くて。私買ったのにさ、着れなかったから。え、帯？え、なん？自分で。嫌じゃないやん。あ、やっと。嫌だよ。ああ、病院。そうそう。ホージュ行きたいな。なんだかんだでいつも行けてなかったもん。え、わかる。リハかぶっちゃったりしてさ、なんか1時間だけちょろっとして新潟来てほしい、行きたい。みんなホージュでボリボリボリ盛り上がってんのさ、いいな、うん、かわいいよね。ホージュまた言われちゃうよ。ホージュ屋に行かないと呪われるのって。あ、え、かわいい、これ。確かにかわいい。見たい見たい。すごい可愛いですよね。なんか新キャラが増えてったよね。いや、これ新キャラじゃない。これあのトリニータのニータンとリッチっていうウサギとカメのキャラクターがやったけど、でもあのモロ描くと刺さって2日かかるから18日までだって。今何日？今12じゃない。アプローチ何？12でしょ。12。え、じゃあ結構いけるやん。結構で無理じゃない。なんで？え、なんで？でも16まではリリーベでうちら忙しいよ。で14あ渋谷、15アットジャム、16福岡の CD ショップ。福岡のあるじゃん。なんか17、18。17、18。ってかこんな公開そんな言い方がない。
する？いつにする？17、18、みんないつにしよう、ね、集合ねみたいな。みんないつ集合ね。大丈夫、ここで言ってても、もしかしたら実はこの後終わっていくかもしれないし。確かに、この後行くまでがここに、わかんない、そう、もしかしたらその何日行こうとか言いながら、ね、この後行くかもしれないしね。この後だからリナ行くとしたらこの T シャツだから。そうね、目立つドンペンね、ドンペンのやつが可愛いでしょ、ドンペンちゃん。あれ好きよ、なんだっけ、あのなんかうん、うわーってやつ、あのこう劇みたいな。あ、ちょ、じゃあ、あれ、あの2000万円そうそうそう、怖い、怖そうなとこ、怖そうなやつ見たことないやん、やばい、あれ面白いよ、リナ空いてる日ね、空いてる日ね、みんな。で、あの18、19、ここでやったから17逆上がりてんのよ。18ここでも。ここでる行けばいいじゃん、後に。あ、終わりね。確かに髪の毛可愛いしね。うん、うわ、いいね、それ。じゃあ、ここでるの前もあるよ。あー、ここでるの前、うん、いや、ただでさえ体力ないもん。あいちゃん、バラありがとう。ここでるなんか。え、リナの好きなやつ知ってる、あの屋台のやつで、自分でも分かってないぞ、今。キャベツとホルモンのやつ。前食べてなかった、何だっけ、ホルモン焼き、何、キャベツになんかホルモンが、なんか、なんていうの、ホルモン焼いてくれて、キャベツの上にこう乗せてくれて、それはホルモン焼き、みんな好き。ディナーがすごい好きなイメージあったんだよ。みんなあれ好き、たまにさ、あの野球の日にさ、あのドームの周りにさ、たまに屋台出てんじゃん、あ、あれのホルちゃん、あ、そう、ホルちゃん、 あれめっちゃ美味しい、あれ好き、自分もホルちゃんが好き、あれ美味しいよ、ね、なんか、うん、ハトがいっぱい来たやん、なんかさ、若菜とかってさ、言ったよね、ポッ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 、なんかハトいっぱいハトに餌あげてさ、若菜とリナと会いに行ったの、そうそう、なかなかの謎めいたよね、すごいハトいっぱいで、そう、なんか一応神社のとこまで行ったらハトめっちゃ来て、そう、おみくじとか引けんだよ、ね、あ、引いた、その奥まで行ったら、そう、カメラ持ってたみたいな、そうそうそう、すごかった、あ、白コロホルモンだ、なんかそれ有名だよね、白コロ大好き、美味しいよね、マジで、そうよ、屋台が、わあ、でも暑いだろうな、そうだね、暑いよね、そう、ちょっと怖いの、人やばいよ、うん、で福岡さ、あんまりお祭りないじゃん、うん、その材料、今からリハです、だから集中しちゃうのか、確かに、その辺に、え、今何時だ、5時ぐらいじゃない、アイチあれだよ、うちら来年誕生日迎えたら、来年っていうか、アイの場合さらにないと、そしたら25だからアラサーだよ、怖くない、アラサーって、アラサーなん、え、来年、ちょっと待って、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 30からじゃないの、12月で24な、そうだから、まあ来年だけど、まだまだ、でもなんかさ、やめてよ、なんかでもさ、怖くない、アラサーって聞くとちょっと怖い気がする、アラサーやばい、自分が子供なんだけど、まだ子供が、じゃない、気持ちというかさ、そこまで行ってない気がするよね、どうしよう、怖いよ、あ、今49分らしいです、あ、51に終わる、本当、なんでその微妙な15分、あ、そういうこと、そう、めっちゃ微妙やんって思ったら、微妙なタイプの、マイクからさ、10分パステ、怖い、これさーか、え、怖いよな、なんか怖いね、なんかずっとまだ私なんか高校生で終わったり、やった、めっちゃ若いやん、で、中学生の気持ち、中学生、ね、また、なんか気持ちやばいの、子供なんですよね。てか、なんか、起きろ。50分だったよ。私も入れたかった。ハロハロに。うん、いや、皆さん50分なりましたよ。ランキングでもやばかしらね。13位。あ、ありがとうございます。みんなでランキング。すいません、ね、最近ちょっとバタバタしちゃってる。自分も読む。じゃあ、待って、愛知は。どうぞどうぞ。うち13位なんで、大丈夫。俺らも13位。うち15位からね。じゃあ、先に2人どうぞ。先に2人どうぞ。15位。ソイルホッサン、14位、J さん。はい。はい、13位。あ、変わってる。13位、エルプリメロさん。グランさん。タカフルさん、ありがとうございます。12位トリトンさん、ハルキャンさん、アキヨシマンさん、ありがとうございます。11位ルイボスティさん、アキヨシマンさん、あれ、あら、あれ、トモモ、ありがとうございます。10位シルちゃん、マリノ、チャゲ、ありがとうございます。9位スミさん、ナッちゃん、ウサダ。
ありがとうございます。叫んだかと思った。8位三角さん、ラバウトさん、ほほえみポップコーンさん、ありがとうございます。7位バッサーさん、ナミさん、カークッタイさん、ありがとうございます。6位ドウシテローさん、エダッチさん、ケネスさん、ありがとうございます。5位ションション、キャッピー、トイ、ありがとうございます。4位シュンくん、エウリカさん、香港のジャッキーさん、ありがとうございます。3位マサミヤさん、香港のジャッキーさん、キドちゃん、ありがとうございます。2位サセボのてっちゃん、ションションヤスイチキヤハチさんさん、ありがとうございます。1位タカさん、ユウシポンポン丸、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこの後の配信 YouTube？ YouTube DMM じゃないの？あ、いや、DMM もちゃんあるじゃん。どうなんだろう、ちょっとわかんない、分かり次第 Twitter に載せます。皆さんありがとうございました。バイバイ。バイバイ。 YouTube で OK、 ありがとう。またね、リハ行ってくるわ。みんな見ててね、配信。はい、配信見ててね、バイバーイ。